こんにちは、ポンポミユーリです。今回はストレートアイロンを使った前髪の巻き方についてやっていこうと思います。私いつも巻くときはストレートアイロンか19ミリの細いコテで巻いてるんですけども、最近はねストレートアイロンで巻いてるので、そのやり方を教えてほしいっていうコメントがあったというか、リクエストがあったので、それをやっていきたいと思います。で、さっきねちょっとキャンメイク縛りのメイクを撮ったので、このねメイクの詳細はこちらのカードか下の説明欄に載せてありますので、ぜひ見てみてください。ということで、前髪の巻き方をやっていきたいと思います。ちょっと小さめのコテというか、まああんまり大きくないコテで、私が使ってコテじゃない、ストレートアイロンで私が使ってるのは、だいたいヘア関係はビダルサスーンで揃えてます。じゃあ早速やっていきます。もうほんとね、説明というかもうやり方っていう感じなんですけども、こうクイッと手首をひねるように、こんな感じ、手首をひねるようにストレートアイロンをかけていきます。この横の毛もここを浮かせたくないなと思ったら少しちょっとこう反らせて、でここ巻きたいなって思ったら内巻きになるように、こんな感じでやったりもできます。でここのちょっとした毛、ちょっとした前髪のようなみたいな、横髪ではないみたいな毛は馴染みやすいように挟んで内巻きに巻いていきます。そうするとこんな感じで自然にこうウェーブがかかって綺麗に見えます。でもちろんこの手首を返す、手首の返し方によって巻かれ方が違ってくるので、強く返せば強く返す、強く巻けば強く巻くほど内側に入れ込むことができます。なのでもう前髪がねこの辺、目が隠れちゃうくらいで、でもこのパッツン前髪くらいにしたいっていう人はもうめちゃくちゃこう、もうこの辺くらいから当ててこう巻いていくと、この辺で揃えられるんじゃないかなと思います。でこんな感じでね、ちょっと内巻きにしておけば、こうやって分けた時にすごく綺麗に分けることができるので、こうやってねちょっとただ単に分けたいよっていう方もちょっと巻いておくだけで全然綺麗に分けることができるのでおすすめです。私はちょっと前髪が欲しいので、この辺からもちょっと巻いて、はい、こんな感じかな、はい、こんな感じで私はいつも前髪を巻いています。参考になったかどうでしょうね。ちょっと説明の仕方がね、ちょっとヘア関係だとあんまりうまくできなくて、すごい申し訳ないなって思っちゃうんですけど、どうですかね、ちょっとやり方見て伝わればいいなと思います。まあね、前髪をこうやってふんわり巻くのは練習あるのみだと思うので、家に出ない日とかお風呂入る前だったりとかにこのストレートアイロンで巻く練習をして、失敗したら失敗したで、まあ、すぐお風呂に入っちゃえばいいので、うまくできないよっていう方はぜひ練習してみてください。でね、前髪が崩れちゃうよっていう方はこちらのケープだったりとかを使うと崩れなくなります。で私がいつも好きで使ってるのはこちらのフリーアレンジっていうやつなんですけども、すごい硬いハードスプレーだとこっちなんかね、私前髪をいじっちゃう癖があったりして、そのハードスプレーを使うとこの白くいじるとね、白い粉みたいなのが出てきてしまって、ちょっとね汚くなっちゃうんですよね。だから私はこちらのフリーアレンジっていう、このスプレーしても軽く動かせる、触っても白く粉にならないタイプをよく使ってます。で前髪の場合はこの上からやっちゃうと、なんて言うんだろう、ツヤ感とかがねすごい出てしまうので、私はあんまりスプレーガチガチにやってますっていう感じの雰囲気は出したくないので、髪を持って内側にスプレーしていきます。こんな感じで、はい、ってするとこんな感じでね、まあいじりやすいというか、で結構なんか、まあ、まとまりがある髪に見えるので、まあ、内側から前髪はやった方がいいんじゃないかなって思います。私はいつも前髪はこんな感じです。ケープはもうすごい大事な用事がある日とか、まあ、最近はあんまり使ってないんですけど、結構ねアイロンだけで割と形がつくので、私はそんなにケープはやりませんね。だけどもうすぐ崩れちゃうとか、あと体育でねなんか走る
ハイクでね走んなきゃいけなくて前髪が崩れるのが嫌だっていう子は、まあこちらのケープだとかを使ってみるとまた違うんじゃないかなと思います。というわけで今回はこちらの前髪のね、ふんわり前髪の作り方をやってみました。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。